いろんな男女の関係が、いろんな男女の関係があってさ、うまくいかないことなんて絶対にあると思うよ、俺は。ね。私はあなたのことが好きで、たまらないのに、なんでこの気持ちが分かってくれないの、とかさ。俺もお前のことが好きなのになんで気持ちが分かってくれないって。だけどやっぱ最終的にはさ、ね。すべてはやっぱ人様に迷惑をかけたらダメだよな。うん。例えばよ、私のものにならないんだったら、全部警察に行ってやるとかさ、死んでやるとかさ、そんなんじゃないと思うよ、俺は人生って。いろんな DM が俺に来るけどよ、お前たかだか恋愛かもしんないけど、されど恋愛。な、幸せになるための、お前これ経験だと思えばさ、人様の幸せを願ってやった方がいいよ。だからさ、死ぬとかさ、恨むとかさ、そういう余分な感情は消していこうぜ。ね。人が人をお前裁くほどお前、俺たちは偉くもなんともねえしよ。人が人を恨むほどそんなに俺たちも、ヤバじゃないっていうかさ、心を大きくいこうよ、心を大きくさ。だからお前、別れちゃいましたとか、もう死にたいですとかよ、やめような。俺んところはお前カウンセリングじゃねえんだからな、お前カウンセリングないんだったらお前ちゃんとお前、団体で月々1000円登録してくれりゃもっと深い話するかんね。ねえ、そんな簡単によ、お前人様のことをあなたのこうだのダメだよ。幸せになろうみんなでね。